こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日もお疲れ様でした。あ、参加ありがとう、みんな。おじさま、リオナ、コメントありがとう。あ、鈴木、こんにちは。ガブガブもこんにちは。ありがとう、みんな。見に来てくれてありがとう、また。嬉しい、嬉しい。あ、ハート、ありがとう、ハートミー。あ、ガチファンちゃん、こんばんは。ありがとう、また見に来てくれて。ライブいいね、ありがとう、ガブガブ。ありがとう、みんな、また見に来てくれてありがとう。そう、昨日もね、同じくらいの時間帯で配信しました。で、今日もね、同じぐらいの時間帯で配信してます。あ、ゆらちゃん、やっほー、ありがとう、また見に来てくれてはやー、リオナシャンダー、ありがとう。すごい、みんなちゃんとまた見に来てくれてありがとう、嬉しい。あ、いいねもありがとう、ガチファンちゃん。ガブガブもいいね、ありがとう。あー、ナオさんもこんにちは。すごい、みんな今日ちゃんと最初からたくさん見に来てくれてる、ありがとう。ミーヤ、こんにちは、 Thank you。 ナオさん、ハートミー、ありがとう。はい、皆さん、いよいよもうショーケースまで残り2日となりましたよ。キャーもうあっという間ですね、もう本当に。いやー、あ、はやー、なんでそんなに美人に、いや、そんなことないですよ。ありがとう、でもそうやって言ってくれて嬉しい。え、すごい、始まったばっかなのに 1.8K いいねおお、もうすぐ 2K、 ありがとう、たくさんいいね。はい、皆さん、あ、おじさんいいね、ありがとう、たくさんいいね、ありがとうございます、嬉しい。ね、ガブもありがとう、続けていいねしてくれて。あ、ガチファンちゃんもありがとう。あ、リオナって恋愛相談してる？全然したことないかも、ライブ上では。私はね、友達とかの恋愛はね、聞く側が多いかもそうなんですよ。なおさん、宝箱を送信しました、ありがとう。宝箱、ありがとう。ゆらちゃん、ライブいいね、ありがとう。あ、暑いから顔が。おじさま、ライブいいね、ありがとう。セブチ、四大ドームツアー決まった、うん。いや、もう次から次へと、なんかね、決まってるね、本当に。さすがです。わお、すごい、 3.4K いいね、ありがとう。いい、 MJ、 Thank you for the comment、 Thank you for coming to watch my live。 なおさん、日韓ガールズグループ8月1日ドラマリリース、新大久保 K ステージ O にて8月10日から31日まで、ショーケースを行います。ぜひ見に来てください。はい、ありがとうございます。そうです、皆さん、8月10日まで残り2日となりました。2年ぶりのワイルドツアー、なんかね、でもすごい頻繁にコンサートね、なんか開催してるイメージなんだけど、意外と2年ぶりなんだ、ワールドツアーは。そうなんだね、早いね8月10日11日新大久保 K ステージ OGG を見に来ると限定ステッカーがもらえる。そうなんですよ、100枚限定のため、早い者勝ち。そうです、8月10日と8月11日のショーケースはなんとその2日間限定なんですけど、その2日間どちらか
一日でも見に来てくださった方は会場にて私たちの GG のオリジナルステッカーをなんとプレゼントします。はい、このオリジナルスティッカーのプレゼントはもう本当に10日と、11日の、ショーケースを見に来てくださった限定にプレゼントするものなので、はい、皆さんね、よかったら8月10日11日スケジュールの合う方はよかったらこの2日間ぜひ見に来てください。で、あとそれとは別に土日公演、8月10日、8月11日、そして24、そして25日、そして最終日の31日の土日公演を見に来てくださった方は、そしてチケットもお申し込みをすでにしてくださった方は、2回目私たちの公演を見るときは、なんと1回分無料で、はい、入場できます。はい、だからね、土日公演どちらか行けるよっていう方は、そしてすでにチケットもお申し込みしてくださった方は、2回目私たちの、定期公演を見に行くときはどの日でも8月10日から31日の間であれば、1回分無料でご入場できます。はい、だからね、土日の公演をお申し込みするともうお得です。はい、ちょっとコメントに戻ります。アジアツアーが多いよ。あ、なるほどね。だから結構ね、映像とかよく見かけるから。そう、あ、夢に向かってバラありがとう。 Thank you ゆいと、こんにちは、ありがとう、見に来てくれて。すごい、みんなたくさん来てくれる。みおさん、ハート、みお、ハートありがとう。あ、ちょっと久しぶりじゃない？ありがとう、また見に来てくれて。クリス、Thank you for the live share。なおさん、8月10日から31日、新大久保 K ステージを土日に来ると、2回目無料で見れるそうなんです。はい、ぜひぜひ、見に来てください。なおさん、宝箱、Thank you。そして、今家にカブトムシいっぱい来てる？やばい。いっぱい来てるってどういうこと？あ、ミント、ミントちゃん、ヘイミントちゃん。Your solo song is really really good. It's so cute, so pretty, and it really fits you well.Congratulations on your solo song. Thank you for the comment. I hope to see you again in Thailand. Hi, Chris. 明日の歌2000ビュー。あ、もうすぐ、もしかして YouTube での再生回数がもうすぐ2000回再生回数ってことかな。ありがとう。Thank you so much, Chris, for always supporting our group. ゆいと、木にカブトムシがたくさんいる。なるほどね。カブトムシ、私もう虫系ちょっとね、全部無理。ね、ちょっと全部ね、苦手なんですよ、虫は。ミントちゃん、Thank you! ありがとう、ミントちゃん。そう、ミントちゃんね、私がジャパンエキスポというタイで行われてるイベントなんですけど、私が出演した時に一緒にミントちゃんもグループに所属されてて、そのグループと一緒に同じイベントに共演したんですけど、その時にそう仲良くなって写真とかも一緒に撮ったりして、そうなんです、めちゃめちゃ可愛い子なんで、皆さんもよかったらチェックしてみてください。もうめちゃめちゃ可愛い子で、最近ねソロ曲もリリースされたんですよ。そうだからめっちゃ可愛いので、皆さんぜひチェックお願いします。クリス、はい、もちろん、 Thank you、 Thank you so much、 I really appreciate it、 Thank you。 ナオさん、
西、あ、宝箱またありがとう。ありがとう、本当に。嬉しい。その木に、カブトムシが10匹以上。もう私はもう触れないですね。私はもう絶対に。ガチファンちゃん、今日ポッシュガールズの曲聴いた。あ、ありがとう。そう、あのポッシュガールズもう結構ね、たくさん曲を実はね、出してるんですよ。実はそうで、今回行われるショーケースもなんとポッシュガールズの時の曲も披露しますので、はい。あとはね、まだ披露したことのない曲も今回のショーケースだったり今回の定期公演、特別にこの公演のためにこの公演でしか見れない曲も準備してるので、はい、ぜひ皆さんもうこの機会にしか今日ポシュー、あ、そう、もう読んじゃったそれ。昨日カルナが何曲か流してた。嬉しい。私も流そうか、ポッシュガールズの曲。そう、今ね、今流してる曲が8月1日にリリースされた新曲ドラマです。はい、このドラマのリリースを記念に今回なんと8月から約1ヶ月間定期公演を開催することになりました。なので皆さんもまだダウンロードしていないという方はよかったら YouTube、 そして Spotify、 そして Apple Music でもジジのドラマが聞けますので、ぜひぜひストリーミングたくさんしてください。家の庭にスイカの皮を置いてるとカブトムシがたくさん来るよ。じゃあ絶対置かないでおく。絶対置かないでおく。日刊ナオさん、日刊ガールズグループ GG 8月1日ドラマをリリース。はい、そうです。今のところね、予定では8月10日のショーケースで初公開する予定ですので、それもね皆さん楽しみにしてください。はい、会場にお越しいただいた方は多分いち早く見れると思うので、はい、ぜひぜひ。こんにちは、ライオンです。こんにちは、ライオンです。また見に来てくれたよね、久しぶりに。久しぶり、ありがとう、また見に来てくれて。ガチファンちゃん、今日はブラックピンクの8周年記念日。すごい、ガチファンちゃんめちゃめちゃ詳しいね、 K-POP。 すごい。いや、そういう情報とかね、知ってるの本当にすごいと思う。さすがです。おめでとう、ブラックピンク。なんかね、デビューの時からブラックピンクさんも私聞いてるから、もう8年も経ってるのかって。早いね、時が経つのって。なおさん、宝箱いつもありがとう、本当に。 Chris, thank you for the live like。今日は11回目のエイトの日。そうだ、そうなんですよ。そう、今日エイトの日なんですよ。そう、私がね、前に活動してた AKB48 チーム8のグループがあるんですけど、いつもね、チーム8だからいつも毎年8月8日は8の日っていう風に言ってて、でね、いつもコンサートとか、そう、その8の日によくね、毎年コンサートとかね、してましたよね。すごい、 10K 超えた、記念にスクショ。あ、もっちーさん、フォローありがとうございます。中小事務所のグループもでも分かる。すごい、いやー、さすがさすが。さすが、本当に。なんかね、曲とかはね、私もいろんなグループ聞くけど、ちゃんとその
ね、何周年とか、あのこれからあのコンサートとかね、あのいつあるかとかまでは全然あの、ね、まだ把握できてないから本当に本当にすごいと思うもっちーさんシェアありがとう。なおさんなるほどチョイスのついがソロデビューしましたね。あ、そう、私も写真見たよ。ティーザー写真かな。そう、ティーザー写真見ました私も。皆さんたくさんライブのいいねありがとう。 Thank you so much for all the likes。 はい、じゃあちょっとポッシュガールズの今ねドラマをかけてるんですけど、ずっとちょっとポッシュガールズの曲もかけていこうかな。日本語バージョンで、そう、ポッシュガールズの曲もね、韓国語バージョンと日本語バージョンがあるんですよ、2つ。じゃあ、まずはドラマの前に、ポッシュガールズとして最後に出した曲を流そうか。この曲はエイリエンっていう曲なんですけど、あのエイリアンはあの結構歌詞もほとんど英語で、たまに日本語の歌詞が入ってたりで、この曲はあの海外、ちょっと海外向けに作った曲なので、音楽のジャンルもなんだろう、ちょっとダンスっぽい、なんかファンキーな感じグルーヴがある感じの曲です。はい、じゃあちょっと今からかけますね。これエイリアンです。そう、ちょっとなんかグルービーな感じです。ハルフォローありがとう。ハルさんありがとう。いつかエンハイプの新曲でスロー踊ってほしいです。あー、ありがとうコメント。確かに私ね、そう、全然ねボーイズグループしないんですよもう結構ねガールズグループ専門になっちゃってエンハイフンはね、曲はすごい好きなんですよ、かっこよくて。そうね、なんかまた機会があればボーイズグループもね、ぜひ私もねいつか挑戦してみたいです。そうそうそう、私いつもねガールズグループ、そう、専門でやってるから、なかなかねボーイズグループまであの動画作れてないんですけど、ちゃんと曲はいろいろ聴いてます、ボーイズグループでも。ガチファンちゃんダンス得意、ダンス好きだよそう、ダンス好きです。はるちゃんメンバーありがとう、メンバーになってくれてありがとうございます。ハートミーもありがとう。おじさまライブいいねありがとう。じゃああともうちょっとで今日のライブあの終わりたいと思います。あと5分ぐらいであの今日はライブ終えたいと思います。なおさんメンバーで踊ってる動画も見てみたいね。確かにあの GG のメンバーでこうちゃんとあのパフォーマンス動画、そのねドラマのミュージックビデオ、プロモーションビデオが出たら見れると思いますわお、すごい、13もいったよ、いいね。はい、はい、麦さん、バラナイス、ありがとう。富士さんハローハロー、コメントありがとう。8月19の公演もしかしたら見に行く、やった、本当嬉しい、ありがとう。みおさんありがとう、嬉しい。8月19はあ月曜日ね、ありがとう。ぜひ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 会いたい会いたい。そう、8月10日から31日までね、定期公演をやってるので、皆さんよかったらね、今夏休み期間中だし
ぜひぜひ、スケジュールがね大丈夫な方はぜひ見に来てください。あのスケジュール、公演のスケジュールは私の TikTok の、アカウントのリンクのところに、チケットの公式サイトを載せているので、そちらの方から詳しい公演スケジュールも、確認できるので、ぜひチェックしてみてください。はい、お申し込みもねそちらのサイトの方からできますので、ぜひチェックお願いします。みおちゃん本当にみおさん楽しみです。楽しみ楽しみ、お会いできるのありがとう、楽しみにしてるね。あと楽しみにしてくださいダンス何分、あ、人気グループならダンス全曲踊れ、すごーいすごーい。私はね、ずっとダンスやってるけど、本当にね、もう新しい知識が入ったらもうね、過去のどっか行っちゃうからもう全部踊れるのはすごいと思う。ダンス何分ぶー続けて踊れる、でも普通に、まあもちろん MC とかも入っちゃうけど、定期あの前にやった定期公演とか、あとは普通にコンサート、だいたい2時間ぐらいはライブするので、もちろん MC 入れたり、そういうのあるんですけど、でもなんか MC も話してるからね、なんかちゃんとした休憩がないんだよね。そうだから2時間とかでもぶっ続けて踊るのは、いやー、どのぐらいだろう、結構ね、続けて踊るのはかなりね体力使うし、どのぐらいだろうね、10分15分とかわかんない、そこまで本当に何も、もう踊りだけはしたことないかも。10分はぐらいはしたことあるかも。そう、本当にトークもなしで本当に踊りだけ、10分なら多分したことがあって、そう、でもずっと踊り続けるのは本当に大変だよ、特に歌もやってるだったらなおさん、たくさんいつも定期コメントありがとう。日刊ガールズグループ GG8 月1日ドラマをリリース、8月10日から31日の新大久保新ステージ O でショーケースを開催します。はい、チケットは私の TikTok のアカウントのリンクの方から飛べます。そして8月10日11日に新大久保新ステージ OGG を見に来ると限定ステッカーがもらえる、100枚限定のため早い者勝ちです。そうです、8月10日と11日のショーケースはなんとその2日間限定なんですけど、その2日間のどちらか見に来てくださった方はなんと私たちの GG オリジナルステッカーがプレゼントされます。はい、だからね、定期公演31日までやってるんですけど、10日と11日に来てもらえるとプレゼントが、はい、もらえますあとは土日公演、他の土日公演、10日、11日、24、25、31日は土日公演なんですけど、そのどれか一つのでもチケットを申し込んでいただいてると、なんと私たちの公演を2回目見るとき、1回分2回目の公演を見るときが無料で入場できます。はい、だからぜひ皆さん、よかったらね土日公演をぜひ見に来てください。でもね、どうしてもね土日もダメっていう方は平日公演もありますんで、平日公演も全員見に来てくださいはい、なおさん限定グッズ販売もあります、数に限りがありますので、こちらもお早めに。そうなんですよ、本当にね、本当に数量限定なのよ本当に数量限定なんだから、本当に早めに公演を見に来て
早い日にちに見に来て、ちょっとね、数量限定のグッズも、あのね、ゲットしてください。そして、あ、リオ、もし行けたら、リオナさんの8の時の缶バッジあるので持っていきます。え、嬉しい。ぜひぜひ、あの、全然、そういうのめっちゃ嬉しい。そう、めっちゃ嬉しい。あの、前、日本で、定期公演やった時は、結構ね、8時代の、あの、生写真とか、缶バッジとか、あと、うちわもかな？そう、うちわも、持ってきてくれたりしてたのよ。そう。だから、そういうのあると、私めっちゃ嬉しいから、もう、ぜひぜひ、ぜひぜひ、もうなんならもうなんかバナーとかあったら、もう全然チームイートのバナーでもいいし、ぜひぜひ持ってきてください。はい、楽しみ。ありがとう。嬉しい、ミオ。ありがとう、ミオ。Thank you。なおさん、宝箱ありがとう。はや、汗かきそうね。いや、もう。多分疲れると思う。いつもダンス15分ぐらいで覚えてる。すごーい。15分で覚えるのってすごいと思う。そう。なんか、あの、ね、やっぱダンスは覚えるのを、あのね、早い人もいるんだけど、あの、私の場合は、早く覚えても、なんかね、あの、もっと極めたい。そう、だから、もっと極めたいから、できれば一夜、あの、欲しい。そう。覚える、すぐ覚えても、やっぱり体にこう馴染ませるためには、なんか、そう、一日は欲しい。一夜寝て、それで次の日にもう一回練習して、っていう風にやりたい。でもダンス15分はすごいすごい。それはめっちゃすごいと思う。私11日行くから会えるの楽しみにしてるね。ありがとう、ゆるちゃん。私も楽しみにしてる。そう。あのね、見に来てくれるって言ってくれてたよね。ありがとう。じゃあ11日私も楽しみにしてる。で、11日は、あの、GG のオリジナルロゴステッカーもプレゼントするので、はい、それも。お楽しみに。あと11日やれ。土日公演だから、もしね、2回目、見に行けるのであれば、あの2回目、その、見に行くときは、1回分は入場無料だから、はい、ぜひぜひ、スケジュールの合う日、また見に来てね。はい。あ、じゃあ、あの、そろそろ終わろうか。今日のライブ。あ、や、ワイカッツさん、フォローありがとうございます。長崎さん、フォローありがとうございます。なおさん、宝箱ありがとう。はやー、痩せる？そうだね、なんか痩せるというか、なんかあの、体型をキープできるかも。そう、定期的に、あの、ダンスやってたら、なんか痩せるはちょっとわかんないけど、絶対に維持はできると思う。そう。ガチちゃん、ガチちゃんになっちゃった。夕飯食べてくる。はい、いってらっしゃい。ありがとうね、コメントもたくさんしてくれて、あとライブも見に来てくれてありがとう。いってらっしゃい。コイン1枚ありがとう。あ、なおさんありがとうございます。そしてコメントもありがとう。これは昇龍さん、ありがとうございます。長崎さんもフォローありがとうございます。吉田さん、可愛くて笑顔も素敵ですね。ありがとうございます。なおさんお疲れ様でした。はい、ありがとう。皆さん今日もね、たくさん見に来てくれてありがとう。そして、初めて 18K 行ったと思う。いいね。はい。ありがとう。すごい、18.7K、 いいね、ありがとう。ガムガム、お疲れ様です。ありがとう、ナオさんも GG。ココンもありがとう。はじめまして、福岡県に住んでます。楽しみに、これから応援します。あー、長崎さん、ありがとうございます。福岡県、九州、いいですね。ありがとうございます。ちょっとね、今日のライブはもう終わっちゃうんですけど、また、
配信すると思うので、ぜひぜひまたね、見に来てください。みよー、じいじありがとう。ありがとうみよー。じゃあまたね、公園で会おうね。毎日暑いと思うけど、体調気をつけて練習頑張ってね。ありがとう、ゆらちゃん。ゆらちゃんもありがとう。みんなもね、本当に毎日暑いから、もう、皆さんもちゃんと体調に気をつけてください。そしてゆらちゃんもね、11日、会うの楽しみにしてます。楽しみにしてる。長崎さん、ありがとうございます。熱中症に気をつけて水分補給してください。ありがとう。はい、皆さんもね、ちゃんと水分も取って、健康で、健康でいてくださいね。はい、じゃあ、ここで終わりたいと思います。本当に8月10日、そして8月11日のショーケースまで、残り2日となりました。皆さんね、まだチケットのお申し込みされてない方はよかったらチケットのお申し込みよろしくお願いします。私の TikTok のアカウントのリンクのところからチケットのお申し込みできるので、はい。あと、10日11日以外にも31日まで約1ヶ月間にわたって定期公演を開催中ですので、ぜひぜひ見に来てください。あ、ゆらちゃん20件、ほんとだ!またスクショ撮る!またスクショ撮らないと、ちょっと髪の毛を直しまして。なおさんまたね、はい、ありがとうね。今日もたくさんいいねと、そしてたくさんサポートしてくれて、宝箱もありがとう。はる、頑張ってください。ありがとう、はる。みよー!ライブいいね、ありがとう。ガムガム応援してます。ありがとう。じゃあ、ちょっと最後にスクショして今日終わりたいと思います。せーの。ナイス !OK! じゃあ今日もライブありがとうございます。いいね、シェア、コメントしてくれた方ありがとう。そしてね、フォローしてくれた方もありがとう。じゃあまた配信するので、また見に来てください。バイバーイ。ありがとう。いいねもね、ありがとう。バイバーイ。